20代後半で今年新人の看護師です。現在ストレスによるうつ状態になり休職中です。経験年数、技術不足から転職がうまくいかず、また病棟に戻るしか道がない状態です。今の働いている病院は1年目は残業代がつかない、夜勤明け休みの勤務体制のはずが、夜勤明け夜勤か日勤、この環境で働くのは苦痛で、また復職してもストレスで休職辞める流れが浮かんでるんですが、りょうきさんなら転職しますか、戻りますか。転職しちゃった方がいいんじゃないですか。今コロナ禍もあって、結構看護師さん募集しているところ多いので、なので、自分の相性のある病院を探してみればいいんじゃないでしょうか。